帰ってきてね。お宝はこれだ。パレスで見たのと違うけど、これが木内にとっての欲望が歪んだきっかけだったということだ。パレスでは木内の認知によりきらびやかだったが、盗み出したことで元の姿に戻ったのだろう。そっか、野球を好きになったきっかけでもあるけど、女の人に好かれたい気持ちや歪んだ恨みも全部このボールから始まったんだね。ありがとう。でもそれ言うなら君もルフェルノだよ。これでトモコが少しでも救われてくれるといいんだけど。昼食べてから時間経ってるから、あと動いたし。ならば祝勝会も兼ねたディナーと行くか。共有しておきたい情報もあるしな。それじゃあ前から気になってたお店が新宿にあるんだ。そこに行こうよ。元派の店選びには実績がある。スキアウトしよう。このファントムってそういうこと？開始成功みたいだな。歪んだ欲望は消え、罪の意識だけが残った。ぶつかり行為についても全て自供するだろう。ああ、私思うんだ。あいつがやってた行為ってもちろん許されることじゃないけど、もっとエスカレートした行動に出なくて本当に良かったな。よし、ならば行くか。場所は新宿だったな、元派。うん、案内するね。ついてきて。またお前ぼーっとしているな。元派も待っている。さっさと行くぞ。